けしました。次にね、お届けしたやつ、急遽ね、ヒデ、ここに頼んで、曲入れてもらったんですけど、この曲をお届けしたいんですけれども、実は昔、ちょっと前にね、デュエットさせてもらったことがあってね、で、久しぶりにね、ちょっとね、来ていただいた方がね、一緒にデュエットしたことのある思い出の夏の曲なんですけれども、お届けしたいと思います。真夏の果実。
と思い出の曲、真夏の果実を届けしました。サードステージなんですけれども、まあ、ちょっと日本語の曲をメインで、で、まあ、できたら皆さんが知ってる曲多めでちょっと盛り込んできました。次なんですけれども、まあ、真夏、先ほどね、真夏の果実っていうことで、まあまあ当たり前ですけど夏の歌なんですけどね、私今日は、まあ、夏っていうことで、ね、もう全然見えないですけどね、これはハワイアンジュエリーつけてるんですけどね。この振り、この前振り、何振られるか分かるよな、分からへんのか。私ね、来週ね、ちょっとね、ハワイと行くんですよ。ハワイってね、オマホじゃなくてハワイ島ね、一番メインアイランドって言われてるハワイ島なんですけど、ヒデさんはね、ヒデさんも結婚されてね、結婚式来週行くんですよ。おめでとうございますって言われてね、でね、あの結婚式のハワイに住んでんか、来るって言われて、じゃあ言うてんで、言うてんで、相談したな、行くねって言ったら、ほんまに来るのって言うんです、どう思います、誘っといて、行くで言ったら、ほんまやったんって言われてね。で、あとね、蓋を開けてみたらね、親戚だけでね、結局ね、結婚式やらがるんですけどね、そこにね、伊藤家3人ね、このちっちゃい子とね、工事行くわけでね、でもね、すごい楽しみにしてるんですね。会社でもね、もうハワイな、もうすぐハワイな、ええなって会社の、ね、人にもね、ちょっと言われてね、もう気分はハワイだったんでね、ちょうど今日この夏の果実お届けできて。